どうもこんにちは、ヨヘです。今日はですね、ジェラードのフィンクユニバーシティスウェットシャツを紹介したいと思います。このアイテムのことについて少し話した後に、アイテムを使ったコーデを2パターンと、私が ML、XL の3サイズを着用しサイズレビューする動画の内容になっているので、お時間ありましたらぜひご覧ください。このアイテムの販売ページは概要欄とこの右上にリンク貼っていますので、ぜひそちらもねチェックよろしくお願いいたします。また当店はですね、神奈川県小田原市にお店を構えております。ぜひ小田原に遊びに来た際にはですね、お立ち寄りください。皆様のご来店心よりお待ちしております。では早速行ってみましょう。はい、今回紹介する、ジェラードのフィンクユニバーシティスウェットシャツはですね、今回で第2弾目となります。こちらのね、2種類になるんですけども、まあ、左がねカルマンスウェットで、右が今回のフィンクユニバーシティスウェットの企画になります。まあ、1段目はですね、大好評に終えたっていうこともあり、まあ、デザインを変えて、そして色を変えて、継続で販売という形になります。まあ、すでにねこの動画を、見てねご存知の方もいらっしゃると思います。あのね、手間がかかんなくていいものはできるわけがないじゃないかというねフレーズ、ワードにはねしびれましたね。はい。まあ、このスウェットはですね、まあ、どういった構成で作られているかというと、まあ、この2つですかね、大きく分けてこちら、まあ、フロッキープリントと東編み機で丸胴にて製作っていうところだと思います。まずはねフロッキープリントからなんですけども、まあ、従来フロッキープリントっていうのは、まあ、通常のプリントをするよりも4倍くらいの労力がかかると言われています。まあ、実際ね、この動画をね、ご覧いただいてほしいんですよ。見てほしいんですよ。ご覧いただければわかるんですけども、まあ、生地をね、台にセットするところから始まって、まあ、シルクスクリーンプリントをした上に、レーヨン繊維の粉を、こう、余分な粉を振りて、そして余分な粉を取り除いて、その後に、熱を加えてプリントを固めるといった工程を、まあ、数回ね、繰り返しているのかな。まあ、そうすることで、このフロッキープリントをご覧いただきたいんですけども、0.8 ミリの毛足の長さのフロッキープリントが出来上がるといった工程になります。まあ、これにね、かかる時間って、まあ、どのくらいね、かかってるんだろうってね、まあ、素人目線からね、思うに、まあ、純粋にね、疑問じゃないですか。でもね、まあ、勝手に想像してるんですけども、まあ、簡単にはね、できなさそうな感じがしますよね。まさにね、手間がかかっている印象だと思います。そしてまたこのスウェットの素材、生地ですね、私の好きな、ね、釣り編み機で編まれています。まあ、正式名称は東編み機と言われるもので、まあ、旧式の釣り編み機から、まあ、生産性を重視する、釣り編み機へ変わっていく、70年代初期の編み機の一つで、まあ、今ではね現存数が少ない旧式の編み機とのことです。まあ、触ってみると、やはり、柔らかくふかふかした仕上がりです。まあ、この釣り編み機で編まれるスウェットって本当にいいんですよね。あのこれは本当にね、私もおすすめしたいところでございます。でその他、まあ、縫製の部分もあの実際に元にしたヴィンテージと同様のものを再現するというね、高水準で製作を行っています。まあ、ブランドさんもですね、こうやっぱいいものを作りたいから時間をかけて製作するっていう、まあブランドさんの意思が入った企画になっているのかなというふうに思うので、ぜひこれは皆さんにもねチェックしてもらえたらと思います。はい。そんな感じで続いてはねコーデとサイズ感いってみたいと思います。どうぞ。Thank you.
はい、まずは M サイズ着てみました。こんな感じです。はい、私の体のスペックとこのスウェットの寸法はこちらに載せておきます。で、M サイズ着ての着用レビューなんですが、まず、袖丈からいきますね。袖はですね、ホールドされているので、これ以上ね、こう落ちることはないです。で、割とね、現時点で結構溜まってます。こういう風に伸ばすとこのぐらいの長さなので、まあ、割とここら辺にね、クッションができてるかなっていう感じで、肩に関してはそうですね、このようにセットインではないので全然引っかかることなく、こう気持ちよく着用できてます。で、身幅に関しては今ね、私 T シャツ1枚下に着てるんですけど、すごいゆとりあります。なので、ちょっと大きめな作りなのかなって思うぐらいの、サイズ感だと思います。で、下のリブに関しては割とホールドされてるのかな。こうやってやると、あ、でもストンと落ちますね。はい、なのでそこまでこうホールドはされてない感じです。はい、ですので私のような体型の人は、まあ、ジャストサイズで着るならこのサイズがいいのかなというふうに思います。はい、そんな感じで続いて 40L サイズいきます。はい、続いて L です。こんな感じです。はい、L はですね、まずは袖丈からいきます。結構ね、もうやっぱりダボダボっとしてきてます。ただここはね、ホールドされてるんで、ずれ落ちることはないです。こうやって振っても落ちることはないです。はい、で、身幅ですね、かなりゆったりしてきているので、私の感覚だと結構ちょっと大きめだなっていう感じがしますね。はい、まあ、ただ、まあ、好みだと思うんで、まあ、私のような体型の人がね、まあ、少し大きめに着たいっていう方であれば、まあ、L サイズをチョイスするのもありなのかなというふうに思います。まあ、ですので、サイズ感がね、参考になればなというふうに思うんですけども、まあ、間違いなく私がより、ね、体が大きい方でしたら、まあ、この L サイズチョイスするのがいいのかなというふうに思います。はい、全然すごくね、柔らかいですし着やすいです。はい、で、まあ、一応こっちも見せておきます。はい、ホールドはね、そこまでされてないんでストンと落ちます。なので、はい、こう割とゆとり感があるかなと思いますね。はい、では続いて XL いきます。はい、続いて XL です。こんな感じです。はい、XL はですね、結構ダボダボですね。はい、もうここら辺かなりね、ゆとりというかクッションができてますし、まあ、ただここでホールドされてるんでずれ落ちることはないんですけど、かなりね、溜まってきてます。で、身幅もね、もうダボダボです。はい、ですので、まあ、私だとね、間違いなく大きいサイズかなというふうに思うんですが、私自身ももちろん体型が大きい方でしたら、このXLをね、チョイスするのがいいのかなというふうに思うので、まあ、ちょっとね、参考になりづらいかもしれないんですけども、まあ、私のような体型がXLを着るとこんな感じっていうのが少しでも伝わればなというふうに思います。はい、そんな感じで続いて3サイズまとめた動画流します。どうぞ。はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。このアイテムの販売ページは概要欄とこの右上にリンク貼っていますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。今回の動画構成で、まあ、当店が扱っている商品を紹介していますので、まあ、終了画面の再生リストからご興味あるものがありましたら、ぜひそちらもね、ご覧いただければと思います。はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。